今日は座った状態から連続で逆立ちができるようになるための練習法をご紹介したいと思います。前回僕は自宅でトレーニングを始めた頃、自己流でねトレーニングを始めた頃のお話をさせていただいたんですけども、その自己流のトレーニングの中に今日ご紹介する連続の逆立ちっていうのがねメニューに入ってたんですね。でその連続逆立ちっていうのはこういうやつなんですけど、ここからですね逆立ちして、で降りて逆立ちっていう、こういうやつをですね連続で、まあ、限界までやるっていうことをやってました。で、まあ、これを前回ね映像で撮ったところ、まあ、この連続逆立ちができるようになる練習法を紹介してほしいっていうですねリクエストをいただきましたので、まあ、今日はそのリクエストにお答えしたいと思います。ちなみに僕は中学校の時に体操部だったもんですから、まあ、その時の練習で逆立ちができるようになりました。あと、力倒立っていうですね、まあ、地面に、まあ、こういうふうに例えば足とかついた状態から、まあ、こんなふうに逆立ちの姿勢に持っていく技とかもあって、そういう練習をしているうちに今の連続逆立ちを思いついてやってたんですけども、まあ、練習法をですね今日はご紹介しますので、もし興味ある方は、ちょっとね試しにやってみてください。はい、ということで、早速ねやっていきたいと思うんですけども、順番としてはまず逆立ちができるようになることが大前提ですので、逆立ちができるようになる練習法を先にご紹介します。で、その後に、この連続逆立ちができるようになるための筋力を養う練習もちょっとねご紹介しようと思いますので、まあ、そんな流れで、やってみたいと思います。じゃあまず逆立ちができるようになるための練習法をやってみましょう。逆立ちができるようになるためのまず最初の練習としておすすめなのは壁倒立です。まあ、壁に向かって逆立ちをする、でこの練習が、まあ、基本なのかなというふうに思います。僕も体操部の時はこの壁倒立を最初何回も何回も練習しました。で、まあ、そうやって練習しているうちに逆立ちでこう体を支える手の力もですね失いますので、まずはこの壁倒立から練習してみてください。で、壁倒立はですね、まあ、壁の手前30センチぐらいのところに手をつくんですけど、手をつく幅は肩幅よりもちょっと広めがいいと思います。肩幅より狭いとね、こう腕にすごい負荷がかかっちゃうので、それを防ぐためにちょっと広めで、広すぎると今度肩にすごい効いちゃうもんですから、まあ、その辺はねやりながら一番こう安定する位置を見つけていただくといいと思うんですけども、まあ、おすすめは肩幅よりも手1個分ぐらい外側ですね。で、手をついたら壁に向かって足を蹴り上げて逆立ちをします。でこの時にこうお尻が飛び出たりとかお腹が出すぎたりとかね、こう体が曲がった状態にならないようになるべくまっすぐの状態を作ります。で、頭は、こう上を向いて地面の方を見る。この状態にするとあまり頭に血が上らなくなりますので、こうやって頭下げるとそのまままっすぐ血が降りてきちゃいますから、こんな感じで地面を見て、体をまっすぐにしてキープ。でこの状態で、まあそうですね、30秒以上、まあ、1分ぐらいできるといいんですけども、まあ、そのぐらい時間、この逆立ちの状態がキープできるようになると、だいぶですね、その筋力とともに逆立ちをこう安定して取るための感覚も失われてきます。で今僕がやった壁倒立っていうのはまあ、足をねこう壁に蹴り上げるっていうことをやらなきゃいけないんですけど、その感覚っていうのは最初はそこ距離感がねつかめるまではあまりうまくできなくて、例えば壁に届かないとかね、逆にバーンって行き過ぎちゃって強く当たっちゃうとか、そういう状態から始まるんですよ。で僕はそれよりもね端折って説明しちゃったんですけど、なのでまずはこの壁に足をしっかりと届かせるっていうことから練習としてね始めていただくといいと思います。ということで、ちょうど長男がですね全く逆立ちができないので練習してないからね、なのでその壁倒立の練習をやるところをちょっと実際にお見せしたいと思います。で、まあ、こっちが硬いと危ないので、こう毛布とかね敷いて練習すると安全にできると思います。マットの上で手ついてもいいんですけど、まあ、個人的には下が柔らかいとねこの安定しないから手首にちょっと負担がかかるので、手をつくところは硬いけど、まあ、頭の部分は柔らかいみたいな、まあ、そんな状態がおすすめです。で、ちょっとやってみようか。どの辺に手を切る？今日はね、この毛布のとこに手を切って、
で30センチぐらい離す。もうちょっと大きいでしょうか。はい、じゃあここから壁に向かって蹴る。うん、せーのまあ今届かないこの状態ね。ここからもうちょっと強く蹴る。そう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 、そんな感じで。よいしょ。おまい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 だんだんこうね、蹴る強さが分かってくると足が届くようになってきます。はい、じゃあまた今日せーの、よいしょ。おまいまいまいちょっと本当に惜しいんだけどちょっと待ってね、次いけると思うよ。下絨毯が失敗だったかもしれない。あ、でもなんとかできるかな。せーの、ちょ下ずれるね。ちょ、これめくろうか。よいしょ。はいよし、せーの。あ、そう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 、そう、あほぼ完璧じゃあもう一回、次で絶対いけるよ。でも支えてくれ、ね、少し、うん、あ、そうだった、支えるよ、うん、せーの。おっ、できたできた。あ、いいね。そう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 、はい、オッケー、戻って、はあ、うまいね思いの外早くできるようになりました、うん、はい、まあ、こんな感じで何回かやってるとだんだんとここにね向かう距離感が分かってくるので、うん、まあ、このいう感じでねやっていただくと壁倒立がうまくできるようになります。で、今みたいにスムーズに壁に向かって逆立ちができるようになったら、ここからですね、だんだんとステップアップしていって、壁なしで逆立ちができるようにしていきます。で、まずその最初の段階として、壁に当たるか当たらないかギリギリのところで足を持っていくっていう練習をやります。こんな感じで。壁につくギリギリのところまで足を振り上げて、そーっと壁に足が当たる。こんな感じでバーンっていくんじゃなくて、ふわーっと上がってきて、まあ、チョンにカッと壁に当たるみたいな、そういう練習をします。で、こうするとちょうど、手の真上に足が来たところで、まあ、逆立ちができるようなんですけど、そこに足を持ってくる感覚をつかむことができるんですね。で、まあ、これで、ある程度逆立ちの姿勢に体を持っていくことができるようになったら、まあ、次の段階に行きます。次はここからですね、足をちょっと離して戻るか、足を離してこっちに倒れてくる、どちらかの練習をして、壁から足を離す時間をだんだんと長くしていく練習をします。で、これを繰り返してるとだんだんとね、壁から足を離す時間が長くできるようになってくるんですよ。ここから。うん。こんな感じで。で、これができたらもう逆立ちはできたも同然です。今足を離したポジションに壁に向かって逆立ちをして、よいしょ、で止めるっていう感じで多分できるようになると思いますから、これができれば壁がないところにね向かってやっても全く同じことができますので、という感じで、だんだんとねステップアップしていくと、まあ、逆立ちが、できるようになります。という感じで、まあ、逆立ちが、ね、できるようになるための練習をバーッと一通りご紹介したんですけども、この逆立ちはですね、頭が下にあるっていうことでバランスを崩した時にちょっと、ね、危ないっていう特徴っていうか、まあ、そういう危険があるんですよ。なので、逆立ちの練習とともにですね、もし倒れた時に受け身が取れるようになるための練習っていうのも必要で、それもですね、合わせてやっていただくといいと思うんですね。で、その受け身の取り方っていうのは、まあ、いくつか種類があるんですけども、倒立前転っていうのがあります。逆立ちした状態から前転する、うん、な感じ全然綺麗な前転じゃないんですけども、こういう風に倒れると、
まあ、痛くない状態で、まあ、倒れてもバランスを崩してもね逃げることができるんですね。でそれができないと背中からバーン倒れるとかそういうことになっちゃうので、それは結構痛いですし、場合によっては尾てい骨とかね痛めちゃう可能性もありますから、だからこの前転の練習っていうのも合わせてやっていただくと、まあ、安全かなと思います。だから最初は本当にこういう状態から前転でいいので、まあ、これをマスターしたら次は、足を上げた状態から肘を曲げて前転するっていう練習ですね。足を上げて肘を曲げて前転っていう、まあ、こういう倒立前転の練習もっていう感じで、ぜひね危険防止のためにやってみてください。あと別の受け身としては方向転換、ここからこういうふうに戻ったりとか、あとは逆立ちで歩く、もう行き過ぎたらトッとトッとっていう感じで戻る、まあ、こういうのもバランスが崩れた時の対処方法になるんですけども、今やったその逆立ちで歩くっていうのは実は、逆立ちして止まった状態をキープするよりも簡単なんですね。だからその逆立ちで歩くこともこの壁倒立がある程度こうできるようになったら、まあ、多分できると思いますので、まあ、それもですね合わせて練習していただくといいんじゃないかなというふうに思います。じゃあここまでは逆立ちができるようになるための練習法をご紹介したんですけども、ここからですね、座った状態から体を上に持ち上げて逆立ちをするための練習と、あとそれができるようになるための筋力をね養うための練習法をご紹介したいと思います。でその、座った状態から逆立ちをするために必要な筋肉っていうのは、まず肩の筋肉、あと、上腕三頭筋、肘を伸ばすための筋肉ですね。この2つが一番重要になってくるんですけども、それ以外にはあと背筋だったりとか、あと体幹部を安定させるための腹筋とかね、そのあたりの筋肉も重要になってきますけど、まあ、大半はこの肩と上腕三頭筋ですね。ここを強くすれば、逆立ちの姿勢をキープしたりとか、あと下から持ち上げることができるようになるんですね。でその筋肉を鍛えるために一番効果的なのは、逆立ちした状態でブザテストをするっていう練習になります。まあ、これは逆立ちの、ね、練習と兼ねてますから、これは本当におすすめです。でそのやり方はですね、壁に向かった状態、壁に向かって逆立ちをした状態で、これでルタテスを押します。という感じで、まあ、特にテクニックもないんですけども、肘を曲げておでこギリギリまで下ろしたら上げる。でこれを繰り返します。まあ、これで、肩と、ね、上腕三頭筋が鍛えられますので、まあ、これはですね、どうかな、まあ、10回以上できるようになると、まあ連続逆立ちをやる筋力はですね、十分養えられるんじゃないかなというふうに思います。で今のは、ある程度体が持ち上がった状態から体をね、こう上に持ち上げるっていう筋力を養う練習なんですけども、座った状態から逆立ちをするためには、この腕に体重を乗っけて体を持ち上げるっていうこの前半のこの動きですね、これもできないといけなくて、でその感覚を養う練習もやっていきます。で、まず最初のステップとして僕がおすすめなのはですね、カエル倒立です。カエル倒立っていうのは、この膝のこの部分に肘を当てて、でこういうふうに足を持ち上げる。これもちょっとね、息子にやってもらおうと思うんですけど、まず地面に手をついたら、肘に膝のこの内側を当てて、で、ゆっくりと体を前に持っていくと、だんだん重心が前に移動して、足が浮くから、そう。もう一回。うまい。あ、そう。上手。バッチリ。あんな感じで、これはね、重心移動によって体が前に行けばですね、ちょうどこう足が浮く姿勢が作れますので、この重心移動の練習に変える通りですかね、持ってこいですから、
まあすごいね、長男上手にできましたけども、まあ、あんな感じで、練習をして、でその姿勢が、まあ、ある程度の時間キープできるようになる練習もですね、合わせてやってみてください。で今のカエル倒立でこう重心移動の感覚がつかめたらですね、次は、肘と足を離すっていうことをやっていきます。まあ、それでカエル倒立みたいな動きをやるっていう感じでちょっとやってますね。離します。離して同じようにっていう感じで、これがですね、最初の体重移動とそこから体を持ち上げていく筋力を、両方ですね養うことができる練習になりますので、ここからこうっていう感じで、ちょっとですね体を動かす高さを高くしていくっていう練習をやってみてください。でこれができたらもうほぼほぼ、座り姿勢からですね逆立ちをする準備はね、もう整ったと言ってもいいと思います。あとは、足をですね開かずにこうやって閉じた状態で座って、そこから体を重心移動でまず浮かした状態から持ち上げて逆立ち。で多分これができるようになってると思いますので、はい、まあ、これができたらね、連続逆立ちの、まず最初の1回目ができますから、はい、という感じで、まあ、ここまでのねこう練習を、繰り返しねやっていって、今の座った状態から逆立ちができるようになるっていうところまで目指してですね、ぜひ、練習をしてみてください。じゃああとはこれをもう連続でやるだけですので、あとはね筋力が尽きるまで自分との戦いみたいな感じでね、バランスを取りながら下ろしてあげる、下ろしてあげるということを繰り返しやってみます。上げて下ろす、上げて下ろす、という感じです。まあ、5回ぐらいやりたかったけど、ちょっと4回目でバランス崩して、力を使い切ってしまいました、はい、という感じで今日は、座った状態から連続で逆立ちができるようになるための練習をちょっとね息子に手伝ってもらいつつご紹介させていただきました。はい、どうだった？結構ハードだったそうだね、うん、練習自体は、まあ、ハードなね自重トレーニングになると思います。あの逆立ちは本当腕の力とね肩の力が養える、まあ、自重トレーニングだと思いますから、なので、まあ、今ねジムに行けなくて自宅でトレーニングされている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、肩のトレーニングとしては逆立ちした状態で動かすところはねめちゃくちゃおすすめですので、そういった意味でも今日のやった練習法はですね、トレーニング一環として取り入れていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。であとね、できるようになると楽しいでしょ。まあそうだな、スッキリするそうそうそう、できるとねこう、なんか達成感が味わえて気持ちいいっていうね、まあ、そういう感覚も味わえると思います。で実際僕も中学校の時体操部だったっていうのはもうほんと30年以上前の話で、だけどね未だに逆立ちってできるんですけど、それは体で覚えてるからなんですね。その感覚を身につけちゃえばですね、逆立ちをやるっていうのはそんなに難しくないと思いますから、まあ、ぜひね壁倒立の練習から足を離すみたいな感じでね順序立ててやってみてください。はい、はい、で一つだけちょっとこう最後でね、言わせていただきたいのが、怪我にはね注意しながらやりましょうってことですね。手首とか肩には結構負担がかかりますから、首とかやったらもちろんね頭から落ちると首とかも痛めちゃったりするので、まあ、そういったこう下を柔らかいところでやるとか注意をねしながらやっていただくといいと思います。で手首とか肘とか肩に、ね、負担を感じたら無理せずに練習はちょっとしばらく控えて、でまた治ったらやるみたいな感じで、やってみてください。まあ、そんな感じで体調と相談しながらですね、まあ、無理しない範囲で、まあ、楽しみながらトレーニングをやっていただければと思います。はい。
ということで、連続坂立ちの練習法をご紹介しました。はい、ぜひさ一つの参考にしていただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。